じゃあ高山長者を100のおにぎり。もう終わったらっていうふうに飲んだらしいですね。さあそのね、食べてるのね。食べてるのはプレットが12、はい、朝と夜と合わせて、ね、はい、チムシーは、チムシーは多いと1日とか午前中に10で夜も10、まあ、少ないと8とか5とかその時によってムラがあるみたいで、じゃあまあ一番少ないと5、一番少ないと1日10グラム。10グラム。あ、じゃあ飲むのは？飲むのは少ない時で20ぐらい。少ない時は、多いと30。多いと30ぐらいね。だから分岐屋の適度クイックは 0.5 グラムがいいかな。それは嫌いじゃないんですよね。あ、それは嫌いじゃないですね。はい、それからうんちの数です。うんちが多いときが少ないと230、はい、おしっこは、おしっこはもう大体平均で変わらず7回かなと思います。そうですか。で、まあ、元気はあると思いますね。はい、誕生日8月なんです。そうです。4+4、8回です。何違う？そうですね。暖かいね。今回薬、あ、今回薬2週間になります？はい。2週間分残ってるんで、はい、じゃあ、はい、ごめんね、おいしいね、あの、寄生虫予防の薬を、はい、先月が14かな、あ、16か、16に出てるんでね、2週間後だとだいぶ過ぎちゃうんで、はい、じゃあもうプシレクシンつけます。はい、ごめんね、ごめんね、ごめんね、じゃあ、筋予防、酸素療法ね、10分以上酸素をやることになりますね。お願いします。はい、お願いします。はい。